色上質とクレヨンでグラデーションコスモスをたくさん作りましょう。色上質紙はピンク系 B5 中厚口を使ってください。これを横向きに置いて半分に折ります。この折り筋で縦長に切っておきます。さらに細長く半分に折ったら、これを4等分の屏風折りにします。輪になる方を下にして花びらの形を3枚描きます。上の方を丸く、下の方を細く描きます。幅は約2センチちょっとになります。ホッチキスで花びらと花びらの間を留め、バラバラにならないようにしてから切り分けます。花びらの先をギザッコで切ります。普通のハサミを使う場合は、花びらを描くときに先にギザギザを描いておき、このギザギザの部分から切っていってください。色をつけていきましょう。柔らかいクレヨンを牛乳パックなどに押し付けたら、指先にラップを巻いておきます。こうしてクレヨンを伸ばすと指先が汚れません。花びらを軽く撫でるように薄く色付けします。先の方は強くこすって濃く色付けします。反対側も同じようにグラデーションがつくように色付けしておきましょう。4枚できたらハサミで筋を入れます。まず真ん中、その両サイド、反対側も同じように筋を入れます。真ん中の折り目に糊をつけて2枚を十字に貼ります。これと同じものをもう一つ作って、2枚を45度ずらして貼ります。これで花の形になりました。真ん中に黄色のクレヨンで丸を描きます。少しだけ赤を混ぜると花粉の感じが出ます。クレヨンの色や濃さを変えて、さまざまなグラデーションコスモスを作りましょう。さらに葉っぱをつけましょう。葉っぱの型紙は説明欄からダウンロードしてください。これを A4 色上質紙中厚口若竹にプリントします。それを4つに折って、ホッチキスで留めて大まかに切り分けます。葉の輪郭に沿って切っておきましょう。花びらの間と間に糊をつけて、葉っぱが見えるように貼っていきます。3枚くらい貼りましょう。色上質紙の色を変えると、同じクレヨンの色でも花の感じが変わります。たくさん作って、背景や貼り方を工夫して飾ってみてください。